してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもう僕に溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぞ。そろそろ出発の時間だ。行こう。進めなそうだな。登っていくか。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ？
海をかたどった像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうち、これは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。ほら、言葉は歌となり風と共に流れ、その中にきっと妹さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。どうだ？この世界の元素を感じたか？どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。うん、だってお前はこの世界の人じゃないからな。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには銀融詩人がたくさんいるから、妹さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。
怖がらないで、安心して。僕は帰ってきたよ。あいつドラゴンと話してる？ご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う、マスコットイカじゃないか。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに
怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？準備完了。ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな、オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。最近風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう、でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。
者協会のサバイバルの。ん？君たちも冒険者なの？次は何作ろうかしら。通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？そうなの？鍋の準備はできてるから腕前を見せてみて。サバイバルのプロ直々の指南を受けられるチャンスはめったにないわよ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。もうできたの？では。こくり。塩加減がいいし歯ごたえもいいわ。そうだろう。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ。大丈夫よ。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間があるときに寄ってみるといいわ。情報ありがとう。っておい、オイラにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。できないのよ。紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長、ジン、モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。
普段この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔流のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？神の目を持つ人が羨ましい。それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあなたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。あれ？風の翼ってこんなに長時間対空できるのか？落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。
大丈夫？巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。ああそうだった、こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ、私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど、モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン、こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは
元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね、魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。三つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。絶対に足は引っ張らない。できる限り